鎌倉殿の13人では、源頼朝が奥州藤原氏の藤原の泰衡を滅ぼし、念願の武士のリーダーの地位を確立しました。頼朝が東北を攻めた戦いは奥州合戦と呼ばれていますが、この奥州合戦に関する研究も進んでいます。一般に藤原の泰衡は無能と言われるが、それは本当か。頼朝が東北を攻めた3つの目的とは。源頼朝にとってターニングポイントとなった奥州合戦を深掘りしていきましょう。こんにちは、日本サロンの川原です。今回は新説奥州合戦ということで、鎌倉殿の13人の第21話で描かれた奥州合戦の新説を紹介しようと思います。動画のエピローグとして、奥州合戦で見せた頼朝の優しい側面と恐怖の側面というエピソードを紹介しているので、ぜひ最後までお付き合いいただければ嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。最初は奥州藤原氏4代目当主藤原の泰衡について解説していきましょう。藤原の泰衡といえば、父秀衡の義経を大将にして兄弟力を合わせ平泉を守り抜けという遺言を破り、頼朝の圧力に屈して義経を攻め滅ぼしてしまいます。その結果、頼朝による東北侵攻を許し、奥州藤原氏を滅亡に追い込んだ無能な政治家と評価されてきました。鎌倉幕府の準公式記録である吾妻鏡にも、泰衡に関する無能と言わざるを得ないエピソードが数多く掲載されています。例えば、義経を滅ぼす前後で義経派だった弟の藤原の忠衡と頼衡を殺害し、秀衡の遺言を破った。攻めてきた大軍の鎌倉軍を兄国衡が迎え撃つものの戦死、劣勢を知った泰衡は本拠地だった平泉を放棄して逃げた。さらに逃亡先から頼朝に手紙を出します。意訳するとこんな感じ。あなたが義経を撃てというものだから撃ったのに、なんで私が撃たれなければいけないのですか。しかしこうなったからには、あなた様の御家人になります。流罪でも構いません。命だけは取らないでください。当然頼朝は許さず、泰衡は逃亡先で家臣の川田の次郎によって撃たれました。父の遺言を破り、敵に対して命乞いするみっともない姿はまさに無能と言えそうです。しかし中世研究者の本木康夫氏は、義経を大将にして泰衡のもと兄弟が一致団結して戦えという秀衡の遺言自体に無理があったと言います。泰衡は兄弟関係が複雑でした。秀衡の長男が国衡で、次男が泰衡でした。なぜ長男が秀衡の後を継がなかったのかというと、この兄弟は母親が異なり、泰衡の母の方が地位が上だったためです。国衡の母親は東北の豪族の娘であり、泰衡の母は都の貴族の娘であり、身分に大きな差がありました。このように母親の地位が異なる場合は、次男以下が後継ぎになることがあったのです。このような理由から、秀衡が病死する前から兄弟の対立という火種がありました。それから秀衡による義経受け入れも火種を作ってしまいます。当時義経追討令が朝廷から出ていたことから、義経は全国で指名手配されていました。おそらく秀衡は生前から頼朝との対立を覚悟していたため、政治犯の義経を受け入れたと考えられています。しかし秀衡死後、頼朝が朝廷に圧力をかけ、朝廷から義経の引き渡しを求められました。これにより義経擁護派と義経排斥派に秀衡の息子たちが割れてしまったのです。さらに本木氏は、奥州藤原氏には他の勢力との戦争を回避する、朝廷の権力闘争には首を突っ込まないという伝統があったため、この伝統を守るためのギリギリの選択が対立する弟の殺害と義経を殺害することだったといいます。しかしこれが頼朝にとってさらに有利な結果となってしまったのです。頼朝は奥州藤原氏が義経をかばっていることを知りながら攻めなかったのは、義経の才能を恐れたからと言われていますが、それだけが理由ではありません。朝廷を使って義経の引き渡しを要求することで、できる限り奥州藤原氏の内部分裂を誘い、奥州藤原氏の弱体化を図ったと本木氏は指摘しています。これは武田信義ら戒厳寺を弱体化させた方法と同じ方法でした。兄弟の対立、義経問題、そして頼朝の政治力、泰衡にはこの三重苦を乗り越えることはできなかったのです。
また吾妻鏡は義経に対しては平家物語同様に同情的に書いていることから、義経を滅ぼした泰衡をことさら悪く書いている可能性も否定できません。このあたりはさらに研究が進むことに期待したいと思います。一族を滅ぼしてしまった以上、泰衡を有能とまでは決して言いませんが、彼の置かれた状況を考えると同情の余地はあるかもしれません。頼朝が奥州を攻めたのは、平家を滅ぼしたことで唯一の敵対勢力となった奥州藤原氏を攻め滅ぼし、背後の脅威を取り除きたかったことが挙げられます。頼朝はたびたび京都へ登ることを検討しますが、その度に奥州藤原氏の脅威があったため、頼朝本人は鎌倉に留まっていました。奥州藤原氏を攻め滅ぼした翌年の1190年に、頼朝はやっと京都へ行くことができたのです。しかし、頼朝が奥州を攻めたのには、背後の脅威を取り除きたかったことの他に、あと2つ目的がありました。その目的は、源氏の棟梁であることのアピール、御家人の明確化となります。一つずつ見ていきましょう。中世研究者の河合康氏によれば、頼朝は奥州合戦で先祖の源頼義の行動を意識していたといいます。源頼義はあの鶴岡八幡宮の前身の神社を作った人物で、東北で起こった前九年合戦と呼ばれる反乱を鎮圧して名声を得た人物です。頼朝は源氏のシンボルカラーの白旗を掲げて出陣しますが、その白旗は頼義が掲げた旗と全く同じものだったといいます。さらに奥州藤原氏の当主泰衡が撃たれたにもかかわらず、わざわざ現在の岩手県栗谷川まで軍を進めて合戦の終結宣言を行いました。これは頼義が前九年合戦の際に敵対した安倍氏を処刑した場所だったのです。このように頼朝が奥州合戦の際に源氏の名を全国に広めた源頼義の行動を重ねることで、自分こそが源氏のリーダーであることを強くアピールしたのです。このチャンネルでも何度かお話ししているように、頼朝の行動原理は唯一の武家の棟梁になることでした。だからこそ頼朝はいわゆる源平合戦で平家だけでなく、木曽義仲や源行家といった源氏とも激しく争ったのです。今でこそ頼朝は源氏のリーダーというイメージがありますが、それは頼朝が長い年月をかけて作り上げていったものでした。この奥州合戦がその一連の努力の総決算だったのです。もう一つが御家人の明確化です。奥州合戦では頼朝は全国の武士に動員をかけています。頼朝と固い絆で結ばれている武士は主に東国武士ですが、源平合戦の中で西国武士にも頼朝の仲間になった武士が大勢いました。しかし彼らは源平合戦の際には義経らに率いられていたので、頼朝の顔も見たこともなかった武士も大勢いたのです。頼朝自ら陣頭に立って戦場を共にすることで、彼らと主従関係を強化しようと考えました。頼朝には以前敵対していた佐竹氏や平家の家来だった武士も加わっていました。彼らは戦場で手柄を立て、頼朝に御家人として認められたのです。奥州合戦は誰が御家人で誰が御家人でないかの線引きを明確にする側面があったといえます。最後に奥州合戦で見せた源頼朝の優しさと恐ろしさを示すエピソードを紹介してお別れとしましょう。先ほど頼朝軍にはかつての平家型の武将もいたと解説しましたが、奥州合戦の最大の戦闘厚かし山の合戦において何度も敵陣に突入して矢を放った川村千鶴丸という13歳の少年がいました。彼の活躍は頼朝の耳にも入りました。感動した頼朝は千鶴丸を召し出して、父の名は何じゃと尋ねます。千鶴丸は川村秀隆ですと答えました。彼は川村秀隆の四男で、石橋山の戦いで頼朝と敵対した川村義秀という武将の弟でした。しかし頼朝は、こたびの活躍見事であった、すぐに元服の支度をせよと命じ、その場で今でいう成人式を挙げさせ、これより千鶴丸改め河村指導秀清と名乗るがよいと成人の名前を与えたのです。反逆者の一族であったにもかかわらず、戦の活躍で御家人となり、頼朝の前で成人するという栄誉まで与えました。たとえ反逆者の一族であっても功績があれば大いに褒める、これが頼朝のやり方です。頼朝の見せた優しい一面でした。
その一方で厳しい側面を見せたのが、泰衡の首が頼朝の元に届けられた時でした。主君の泰衡を裏切った川田の次郎は、頼朝の御家人になろうとしたのか、泰衡の首を持って頼朝の陣を訪ねます。しかし頼朝は次郎に、泰衡はすでに私の手の内にあった。なぜお前のような者の手を借りる必要があったのだ。お前は主君の王に背き、反逆したのは許し難いと言い、その場で首をはねました。頼朝の見せた厳しい一面です。頼朝の父源義朝も平治の乱の時に家臣に裏切られ殺されていることもあり、同じことをした河田の次郎を許せなかったのかもしれませんね。以前の動画で情に熱い頼朝と情け容赦ない頼朝のそれぞれの側面を紹介しましたが、奥州合戦でもそんな頼朝の性格が見られました。今回の主な参考文献はこちらです。動画の概要欄に一言コメントをつけて紹介しています。よかったらご覧いただければ嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。